アーネスト・デール・タブはアメリカ合衆国の歌手、作曲家、カントリー・ミュージックのパイオニアの一人、最もヒットした曲、ウォーキング・ザ・フロア・オーバー・ユーは、ホンキートンクの人気の上昇に貢献した。1948年、後にエルビス・プレスリーなどがカバーしたヒット曲、ブルー・クリスマスを最初にレコーディングした。他のヒット曲で、老いのクえなたるマジータブ作曲の ワルツ・アクロス・テキサスはリクエストの多かった曲の一つでテキサス州でのワルツのレッスンによく使用されている。1960年代初頭、駆け出しのロレッタリンとスウィート・サングなどをデュエットしてヒットした。1965年カントリー・ミュージック・伝道に伝道入りした。テキサス州エリス・グン・クリスプ近郊の免許農場で生まれた。父親は古作人で タブは幼い頃からテキサス州内の農場を渡り歩いた。ジミー・ロジャーズに影響を受け、余カのほとんどを歌、ヨーデル、ギターの練習に費やした。19歳の頃、テキサス州サンアントニオのラジオ局この AM で歌手としての仕事を得た。給料は低く、公共事業促進局での溝掘りの仕事なほか、薬局店員の職も得た。1939年、 テキサス州サンアンジェロに転居し、ラジオ局 KGKLAM で午後の15分間の生番組に採用された。この頃、生活のためにビール配達のトラック運転手も務め、第二次世界大戦中、ビューティフルサンアンジェロを作曲及びレコーディングした。1936年、1933年に亡くなったジミー・ロジャーズの未亡人に連絡を取り、 彼のサイン入り写真をお願いした。彼らの友情は続き、彼女は彼を RCA レコードに紹介した。彼の最初の2曲は成功しなかった。1939年に受けた扁桃的出術が歌唱に影響し、作曲家となった。1940年、デッカレコードに移籍し、再度歌に挑戦し、デッカでの6枚目のシングル、 ウォーキング・ザ・フロア・オーバー・ユー・デス・スターダムに登った。1947年、カーネギー・ホールにて1943年1月、テネシー州ナッシュビルから全米放送されるグランド・オール・オープリーに自分のバンドであるテキサス・トラバドーズと共に出演した。最初のバンドメンバーはアラバマ州ガズデンで活動していたバーノン、トビー・リース、チスター・スタダード、レイ・キーもヘッドであった。 40年間、オープリーのレギュラーであり続け、土曜夜のこの番組の後、自身の番組、ミッドナイトジャンボリーで司会を務めた。1947年9月、グランドオール・オープリーがニューヨークのカーネギーホールで初めて収録された際のメイン出演者となった。タブはいつもナッシュビルの最高の音楽家たちと共に演奏していた。トラバドーズの最初のギター奏者、 ジミー・ショートはタブからそのシングルストリングギター、ピッキングで認められていた。1943年から1948年頃のタブの数々の曲でショートのクリーンでクリアなリフが特徴とされてきた。他にバンドとしてのツアー公演、レコーディング奏法で知られていたのはスティールギター奏者のジェリー・バードや1947年にタブにより ショートにリードギター奏者として置き換えられるトミー、バターボールページであった。1949年、トラバドーズにビリーバードが参加し、感想にジャズ風のリフを導入し、特に彼のギターソロの最後の4音のリフは、タブの曲になくてはならないものとなった。またジェリーバードとは、血縁はないが、1959年まで、ジャズミュージシャンのバードが在籍していた。 1950年代から彼のプロデューサーであるオーエン・ブラッドリーはタブの曲の多くでピアノを弾いていたがタブは当時流行っていたホンキートンクのピアノ奏者ムーンマリカンのような演奏を求めていたためクラシック奏法を学んできたブラッドリーにとってホンキートンク奏法は難しくタブはブラッドリーの演奏をムーンの半分の出来としか評価しなかった感想のピアノソロの際 タブはブラッドリーをハーフムーンブラッドリーと紹介していた。1949年、ブギュウギュで有名なアンドリューズシスターズはデッカで、エディア,アーノルドのドンとロブ・アナザー・マンズ・キャッスルやウエスタンスウィング風のアイ・アイム・ビチン、マイ・フィンガー・ネイルズ・アンド・シンキング・オブ・ユーをカバーした際、タブは彼女たちのカントリーへのクロスオーバーの助力した。タブは彼女たちの大ヒットに印象を受け、 またタブは1947年のホークのレジェンドで、アルバール・アイブスとの彼女たちのザ・ブルー・テール・フライが、ビルボード死のトップ10に入っていたことを覚えており、彼女たちをカントリーでどうしても成功させたかった。彼女らに気に入ってもらえるように、彼はフィンガーネイルのアップビートのサウンドを用意した。デッカの録音技術者は、音のバランスを調節するため、テキサストラバドーの身長に合わせて、 彼女たちに一つのマイクにつき一箱の木箱に立たせた。彼女らはタブのボーカルスタイルに慣れておらず、メンバーのマクシーンはタブは私が聞いたことのないような歌い方で歌った。彼はメロディを歌ったのだけれどもタイミングが違った。8小節ずつ歌っていた私たちの歌い方と違った。彼はどんな曲でも8小節、10小節、11小節と歌って突然止まる。 だから私たちは、彼が止まったら、歌い始めるようにしたら、これまでなかった75万枚を売り上げたと語った。タブはもう良い声は出せず、自身が歌でレコーディングすることはなくなっていた。インタビューにおいて彼はバーにいる男性の95%は、ジュークボックスで彼の曲を聴きたがり、そのガールフレンドに、自分は彼より、歌が上手いと言い、そして実際そうだと語った。事実。 彼はいくつかのレコーディングで、いくつかの音符を見逃していた。1949年、タブが、ユードン v ハブ o b e a b e 2くらいをレコーディングしたとき、誰かが低い音が出せることを願っているんだろうと語り、レコーディングブースにいた、当時デュエットパートナーであった、レッドフォリーが、アーネストが低い音が出せることを願っているんだろうと答えた。 二人は共同で7枚のアルバムを出版し、長年、二人で不仲を装ったラジオ放送を行い、また ABC のフォリーの番組、オザーク・ジュビリーにタブが出演することもあった。1957年、ナッシュビルにある生命保険会社ナショナルライフのビルのロビーで、音楽プロデューサーのジム・デニーを A357 マグナムで撃とうとした。タブは相手を間違えたが、誰にも当たらなかった。 タブは、公衆での命定で逮捕された。1960年代、タブは、カントリー事情最高のバンドの一つを率いていた。バンドの番組、ヒーホーで巧妙なギター演奏を見せていたレオン・ローズ。1975年秋から1960年代初頭まで、タブと演奏していた、ペダルスティールギターの名手バディエモンズ。 1962年春から1973年秋までタブと演奏していた最も功績のあるスティールギター奏者の一人バディ・チャールトンなどエモンズはスティールギター工場で自身の名のついた楽器を製造したチャールトンとローズはテキサス・トラバドーの中心人物となった1965年秋から彼は30分間のテレビ番組アーネスト・タブショーの司会を務め 三年関心受ートで放送された。同年、カントリーミュージック伝道に伝道入りし、1970年、ナッシュビル作曲家伝道に伝道入りした。タブは、あらゆるカントリーアーティストのファン、チャートに入らなくなってからも残っている彼の長年のファン、音楽仲間、彼が出演し続けた、オープリーの常連、などに影響を与えた。当時、オープリーの会場であった。 大枚公開堂から数ブロックしか離れていない彼のレコード店で収録されていたラジオ番組ミッドナイトジャンボリーの司会を続けた。1979年タブ自身が出資した歌手レコードから著名なカントリー歌手たちと組んだアルバムザ・レジェンドザ・レガシーが出版された。1999年アルバム20周年を記念してファーストジェネレーションから CD 版が発売され、すぐに増刷された。1980年、ロレッタリンの半生を描いた電気映画、歌え。ロレッタ愛のために、2、ロイ・エーカフ、ミニー・パールと共に出演した。後年になって、慢性閉塞性肺疾患を患っても、彼の声はそのままであった。酸素ボンベをツアーバスに常備しながら、年間200回出演していた。毎公演後、 残っていたファンたちと握手やサインに応じていた。1982年、健康問題によりついに演奏をやめた。1984年、テネシー州ナッシュビルのバプティスト病院にて病死した。ナッシュビルのハーミッテージ記念庭園に埋葬されている。1999年、テキサスカントリーミュージック殿堂に殿堂入りし、2003年、CMT が選ぶ40名の男性カントリー。 アーティストの第21位にランクインした。1950年代、彼の息子の一人、ジャスティン・タブは、カントリー・ミュージックで活動し、ジャスティンの息子のケイリー・タブとザッカリー・タブも、ミュージシャンとなった。1959年秋から1960年4月、タブの老いであるビリー・リー・タブは、彼のバンドで短期間リードギター奏者を務めた。彼は、ロニー・ウェイド、 エックスリンカーンなどいくつかの別名を使ってソロで活動し、ジョン・アンダーソンと共にいくつかの曲を作曲した。老いの息子ラッキータブは、ハンク・ウィリアムズ3世のツアー公演の前座を務めた。1960年代にテキサス・トラバドのギター奏者であったカルスミスは1970年代、カントリー界で自身のキャリアを築き、カントリー・バンプキンなどを出版した。 テキサストラバドーのドラム奏者であったジャック・グリーンはバンドを離れてからカントリー界でスターとなり、ゼアゴーズ・マイ・エブリシング、スタチュー・オブ、エ f フールなどのヒット曲を生み出した。1952年、老いのグレン・ダグラス・タブはタブのためにヒット曲を作曲した。以降ボブ・ディラン、ジョニー・キャッシュ、BJ ・トーマス、ジョージ・ジョーンズ、ケンタッキー・ヘッド・ハンターズ、チャーリー・プライド、 アンマレー、キティウェルズなど20名以上のカントリー、またはロックのスターに50曲以上のヒット曲を作曲した。グレンはスキップ、エーロープでグラミー賞を獲得した。彼は現在、WSM のラジオ番組、ミッドナイトジャンボリーでアーネストタブトリビュート賞に出演し、全米をツアーしている。1947年に創立された。 アーネストタブレコードストアは、ナッシュビルのダウンタウンのほか、グランドオールオープリーハウス近くのミュージックバレーにも、現存している。ありがとうございます。